ハロー YouTube。 今日は、六本木で今コロナシフトで、月に1回26日しか営業してないマシのマシ東京六本木からお送りします。見てくれこのチャーシュー、和牛チャーシュー。なんだ、7月の27日だけ西麻布で和牛二郎丼が食えるかもしれません。そしてスラブライカボス、このマシのマシ T シャツもオンラインで販売してます。帽子も売ってます。和牛スコも売ってます。ジョンです。いってらっしゃい。うまい。ということで、ゴールデンウィーク、12連休とか言われて暇なあなたに、私実は自粛のプロです。なぜならば2006年ラブダ事件で逮捕された後、弁護士にお前は外に出るなって言われて、一人自粛生活を2年半ぐらい、送っておりました。その時のですね、私のノウハウをですね、自粛先進国から、お送りしたいと思います。私ですね、当時はですね、まだネットフリックスも、アマゾンプライムもなかったんで、アマゾンで DVD ボックスを買って24とか5シーズン一気見したりとか、DVD ボックスでチュラさん買って一気見したりとかみたいな生活を、まあ、最初のやっぱり1ヶ月ぐらいはそれをやるのよ。それで持つのよ。だけどだんだんやることなくなってきて、やっぱりなんか他のことやりたいなと思って、今度は、僕のその家は結構でっかいオーブンがあったりとか、あるいは出たばっかりのヘルシーをですね、ネット通販で買ったりとかして、まず僕は何やったかっていうと、なんと今にもちょっとつながるんですが、牛骨ラーメンを作ってしまいました。それもネット通販でアマゾンで、鹿児島の和牛の牛骨冷凍で買って、寸胴もネット通販で買って、寸胴で1日、牛骨スープを煮込んで、そしてチャーシューも和牛で作って、しかも、麺もですね、強力粉買ってきてネット通販で、クックパッドとか見ながら自家製麺作りました。で、自家製麺作ってパスタマシーンで、麺の形に成形してこう粉打って、でちゃんと準備してから、友達呼んで、ラーメンを食わせたりとか。で、次ラーメンの次にやったのが、次パン作りですね。で、パンといってもそのなんかバターロールみたいな超絶簡単なパン作ってもしょうがないんで、まず最初に僕チャレンジしたのはバゲットですね。フランスパンってやつですね。これが結構難しくて、2回か3回に分けて発酵しなきゃいけないんですよ。で、最初作ったパンがこれぐらいの大きさで、めちゃくちゃ硬くて、とても噛み切れるものじゃない変なものができちゃったんですけど、2回目でなんとかクリアしました。当時はレシピ動画サイトとかもないんで、ほんとクックパッドのレシピを見ながら作るんで、これって40度で30分発酵するとかマシンねえよみたいな。まだ今みたいにね、いろんな調理器具がネットで売られてる時代じゃないんで、でも今は全然できますよね。で、次に僕チャレンジしたのが、クロワッサンです。クロワッサンも難しかった。バター生地っていうのとパン生地っていうのをこうミルフィーユ状にしていくんですけど、このバター生地のバターの量が半端なくて、これバターじゃん。バターに粉ちょっと入ってるだけじゃん。で、嘘でしょと思って、分量間違えてんのかなとかって思いながらやったんですよ。しかも、ね、真夏にやったんで、もうバター生地がベトベトに溶けて、とてもこうまとめられないものができちゃって、再チャレンジして2回目でなんとかうまくいきました。まあその時の経験がですね、生かされて、この和牛マフィアをですね、始める前に僕は、始める、まあ一番最初のですね、解析イベントで、和牛ワッサンっていうですね、和牛の牛脂を使ったクロワッサンを作ることができたんですけど、その自粛期間にやったことが今、ものすごく生きてる。まあ、つまり、コネクティングザドッツです。スティーブ・ジョブズの伝説的なスピーチを、見てほしいんですけど、まさにコネクティングザドッツ。ということでですね、まあ、料理一通りやって、その後、まあ、例えば鶏肉、今日は鶏肉でテーマでやろうとか、豚肉テーマでやろうとか、野菜テーマでやろうとか、いろんなことやって、友達呼んでホームパーティーやるってことを、何ヶ月か繰り返したんですけれども、
まあその時に役立ったのが和牛巻きを作る時に和牛を、使って何か、料理をテーマを決めて作ろうっていうところでできたレシピが元になって和牛巻きやったの、レストランをオープンしたんですけれども、これもまさにコネクティブザドッツ。そんな僕はまあスポーツとかにもいろいろチャレンジをして、まあみんなが多分今やってることだと思うんですけど、公園ただジョギングしても楽しくないんで、マウンテンバッグを買ったり井の頭公園までこうサイクリングロードを走っていったりとか、あるいは、友達に誘われてサーフィンに行ったりとか。でも僕はサーフィンに向きませんでした。やっぱりね、あれはね、山本太郎さんみたいな、なんかこう海にプカプカ浮いてるのが楽しいですみたいな人にしか向かなくて、僕はもうサーフィンやるんだったらすぐに立てるウェイクサーフィンとかじゃないと、とてもじゃないけどできないと思ってサーフィンは断念しました。で、その時に出会ったのが実はですね、自粛期間に出会ったのがゴルフなんですよ。僕はゴルフそれまでも何回も誘われてたんですけど、何が面白いのかもうさっぱり分かんなかったんですよ。だけど自粛期間に、セルフ自粛期間、世の中の人たち70億人が自粛してないのに僕だけ自粛してたわけですよ。で、その時に人の目につかないで、自然環境でスポーツもできるってなった時にゴルフを勧められたんですよ。で、まあなんかちょっとゴルフに対してそんなにいいイメージがなかったんで、うーんって尻込みしてたんですけど、始めてみたらなんとたくさんの人たちが長い間やってるスポーツってのはやっぱりハマるポイントがあるんですね。見事に、ものの見事にハマってしまいました。僕2007年は多分ですね、年間350ラウンドぐらいしてました。全国のゴルフ場いろんなところを回ってですね、まあ本当に日の光を浴びてですね、気持ちよくゴルフをするっていうのが、その時に僕は、あ、もうこう自粛だったら絶対ゴルフだなと思いました。今回もですね、COVID-19 で、いろいろゴルフも危険なんじゃないかっていうふうに言う人たちいますけど、あの正直家にこもってうつうつとしてるよりは絶対外気を浴びて、日光を浴びてですね、気持ちよく、プレーをするっていうのが、僕はそっちの方が全然いいと思います。ということでですね、以上、自粛先進国の、私から、自粛まだしたことない、自粛、途上国のですね、皆さんにですね、正しい自粛の仕方について、お話をさせていただきました。ということで、いってらっしゃい。はい、私、ニコニコ動画で、ブローマガチャンネルっていうのやってるんですけれども、これから週に1回1時間皆さんの質問に何でも答えますよっていうのをやりたいと思いますんで、ぜひ今すぐブローマガチャンネルに登録してください。月々880円です。税込みです。いってらっしゃい。 No, no, no telephone